和代さんです。そして昨年の東京公演に続きパフォーミングディレクターを務めていただきましたサーカスアーティストの和代健介さんです。出かけたグレイアイシアターカンパニーの芸術監督ジェニー・シーレイさんを特別ゲストにお招きしてワークショップを行いました。ジェニーさんはオーディオビジュアルの演出表現を駆使した作品作りに定評のある方です。今回私たちも視覚や聴覚に障害のある方と一緒に楽しめる作品ということを非常に意識して制作いたしました。目を耳を凝らすと出会える新たなレイヤーがあったことにお気づきいただけましたでしょうか。今年度の発表はこの横浜公演がラストとなります。来年度はこのオーディオビジュアルの表現をさらにブラッシュアップし皆さんに驚きと感動をお届けしたいと思っています。これからも一緒に盛り上げてくださる市民の方々を募集しながら大きなムーブメントに育てていきたいと思っております。引き続き応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。それでは最後にパフォーマーの皆さんに今一度大きな拍手をお願いいたします。本日はご来場誠にありがとうございました。もしよろしかったらまた、お楽しみいただければなと思います。そして入り口入ってすぐのところに、今スロージャーナルというのを掲げて いますが筆記の発売が開始になりました。スロージャーナル第3号ですね、スロームーブメント特集になっておりまして、今回の制作の背景など、また次回の、セカンドムーブメントの、リサーチの情報などが様子などが収録されておりますので、もしよろしかったらそちらもお買い求めいただければなと思います。あとはオレンジと白のしましま のカーテンがかかってますけれども、そちらはマルシェを行っておりまして、全国 の障害者施設などで作られたスローをコンセプトにこうセレクトした商品の数々が並んでおりますので、そちらもよろしかったらお手に取っていただければなと思います。また6時まではこの場所をやってますので、ゆっくりとお楽しみいただければなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。